様こんにちは、かよまりのでございます。今日はですね、行政書士が2名逮捕されたということで、なかなかね、行政書士も、たくさん捕まるなという感じなんですけれども、ご紹介をしたいと思います。なんか最近面白いなと思うのが、行政書士が逮捕されることって結構あるんですけど、やっぱ行政書士の業務が幅広いからだと思うんですけど、逮捕容疑もそれぞれみんな違うんですね。なんか司法書士逮捕とか弁護士逮捕って大体横領とかっていうねパターンなんですけど、行政書士はなんか総出だけじゃないっていうところがね、なかなかと思います。で、どんなことで今回逮捕されたかっていうと、2月の14日にですね、仙台で I 行政書士70歳、 T 行政書士43歳、事務員の56歳、この3人がですね、逮捕されました。で、逮捕容疑はですね、建設業の許可申請においてですね、嘘の工事の実績をですね、記載して建設業法違反の罪に問われていると。で、このですね、3人の行政書士、なんですけれども、この I 行政書士70歳に関しては1980年から開業してね、かなり のベテランの行政書士だったということなんですが、こういうですね、建設業の許可申請で嘘の記載をして、40社以上ですね、不正をしているという疑いもあると言われています。で、8年間でですね、建設業許可専門にやっていたそうでして、700件、受注していたということで、1.3億円の売り上げがあったということです。で、この、3人なんですけれども、いずれも容疑を認めているということでして、ございます。でですね、こういうのも書いてるんですけど、なんかクライアントもですね、これ騙されているということで、なんかこうちゃんと実績があるにもかかわらず、書類を見てみると知らないですね、会社の名前が載っていたと、お金も戻ってこないしっていうようなね、そういうコメントもあったんですけれども、通常ですね、会社と行政書士がこう共謀してですね、嘘の記載をするということは考えることができるんですけど、そうじゃなくて行政書士が自らですね、会社にも言わずに率先してこう不正をするっていうのは、なかなか珍しいと言いますか、そういうこともあるんだなと思いましたね。多分、勝手に忖度してるというか、何ですかね、そんなにだから要件を満たさないで困っている人って結構いるんですよ、建設業許可 でそういう人に対して、私だったら許可申請出せますよとか、そういう形で言って結構営業とかして仕事取ってたのかなとかいうふうにも思います。で、結局いつもですね、こういう、嘘の記載っていうのをしていたものですから、めんどくさくて、本当にちゃんと実績がある会社に関してももう自分でね、こういうふうに記載するって決めてね、やってたんでしょうね。そう考えるとすごく悪質だなと思いました。で、行政書士の、方、2月14日に今回逮捕されてますけど、その翌日の2月15日にもね、逮捕されて、それは電子計算機器なんとか罪とか信用毀損罪とかだったんですよね。で、その他にもね、行政書士の場合は、戸籍法違反とか、それから、何ですかね、この間も取り上げたその宅建業法違反とか、やっぱその業務の幅が広いから、捕まるその罪名とかもね、結構ね、幅広いということで、それでいちいち取り上げてたらキリがないので、最近あんま取り上げないようにしてたんですけど、この行政書士のこの件に関してはね、かなり大々的にですね、報道もされていて、警察が捜査入るような、様子なんかも報道されていたので、結構ね、大きい事件として扱われていたということでしたので、このチャンネルでもご紹介させていただきました。はい、本当にね、なんかこう言ってね、逮捕とかされてしまったら、なかなか次の仕事っていうのは難しいと思いますし、逮捕されないようにですね、皆さんも気をつけてください。はい、ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。